も入ってこないとかあるんだ。はあ、切ない。設置がないのじゃ。かわいい。おはようございます。ちゃんとね、毒消しも持ってるよ。なんてこった、台の上に乗るなんて。ずるい、大人は汚い。あいあい、はい、おほほい、おほほい。誰か入ってきて。シロちゃんがそう言っているんだ。カード入力をしたのに、こんな結果とは正気がないのじゃ。うわー、こっち来んな。ビートを惜しみなく使っていく。なんて優しい子なの、小次郎くん。あいあい、おはよう、おはよう、おはよう。いいところが見せられない。それはなぜかというと、いつもマルチプレイでは状態異常の達人、アイテム使いの達人、ね、あとあれですよ、なんだっけな、もうほんとしょうもないのしかね、称号が取れないんですよ。やめて、人を得にして何か楽しいの、食べるのは楽しい。やめて、来ないで。やっぱり来て。今日は全能抹茶ラテを決めている。マルチプレイなのに誰も入ってこない。いい加減にしろ。やった、誰か来たんじゃない。難易度がマルチプレイ用になった。でも誰も入ってこないとか、それはやばいでしょ。今誰か入ってくるってあれあったのかな。こちら引くよ、引くから逃げて。あ、かわいいね。ちょっと待って、イエーイ、エリスさん、よろしくお願いします。エアリスさん好き。おじいちゃんのことを思うと泣けてくる。そう、シロ、お前生放送で3コマのおじいちゃんのファンアートは最高だぜとか言ったけど、3コマのファンアートなんてないから。4コマだから、バカじゃないの。サクサク、はい、通らない。ちょっと待って、やめろ、お前マジでやめろ。なんてこと、切ってもらいました。これほど切ってもらうのがありがたいとは。マジカエル最強説あるわ。なんかステップを封印した方がいいのかと思って封印してるんですけど、どうなんですかそれは。何もできないまま終わってしまった。シロ、孫としての成長を見せたい。今から見せるよ。今から見せようとしたんだ。あゆうゆう、あゆうゆうゆう。そう、シロはね、状態表の達人ぐらいしかね、足りないの。聞こえた。はいはい。全然刺さってないじゃないか。一体どこ、中央を書いてどうするねん。モンスターハンターならぬオーツハンターシロ。聞こえもよくない。お、ショーグ、あれ着てる、お洋服。そうなんですよ、シロね、すごい他の方来ると安定するんですけど、興奮して、なんか一人で対峙してるとワクワクしちゃって。あばい、やめろ。なんで後ろに飛んだの？そうじゃないの？あ、おめでとう。生き残ったよ。キノコが生き残った。今日ね、喋ってる内容はね、ないし、いつもか。モンスターハンターもできてないし、あ、おじいさんを引いちゃいけない。おじいさんじゃなかったらな。どっちでもなったんだけど、おじいさんは引っ越しに、エアリスさんも引っ越しに、もうだいぶ、もう勝手に始めましてなのに、完全にあだ名つけて呼んじゃってる。そう、後ろ気づかなかったの。そういえば PUBG といい、いろいろね、いつもマルチプレイしてるのに、なんでモンハンのマルチプレイはしちゃいけないとか思ってたんだろう。そんなに世の中せちがらくない、だからさ、突進はしちゃいけないんだよ、マルチプレイで。もう、今昔の戦い方でいこう。昔って何みたいな。はい。あい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 。あいあいあい。これね、いまいち分かってないんだけど、こう上に乗るじゃん？上に乗って振り落とされないように、北
たらしがみついて、今しがみついて R2 かよ。 AR1 押してた。これかわいいね。あ、大事、ヒソフラムは大事だぞ。なんて言ったって女性ホルモンって見間違う。その低たらく、低たらくではない。そうなの、そうです。もうねえ、なんか好きに戦っていいって思ったら一気にやりやすくなった。はいね、こけるの上手でしょ。何言っているの、ヒロイって。あー、ごめんなさい。これよくあるか。ちょっとね、避難しまーす。避難とは現実世界からの避難。かわいいよね、この子たち。どつきがいがある。いつもどついちゃう、突進とかで。超かわいいよね。パパキラ、パパママ、悪い子ですね。何してるの。食事が可能に、いつだってシロは食事だけは得意なんだ。食事禁止されたらシロはきっとね、生きてくる気がしない。あいやいやいや、方向ガードして、生きてない。レタルクー、ふっふー、なんてこった、こいつはギリギリ。あいやいや、やばいか、アッシュだから、アッシュで上位だからガードし、あれ回復しないとダメだ。白、白レベルだとね。なんて艶やかでかっこいいフォルム。なんかそのままカリカリにさ、オーブントースターとかで揚げたらさ、なんか殻も食べれそう。あの周りもね。おじいちゃんが動けない。さあ、それを白はどうする。1蹴る、2蹴らない。優しそうに見える選択肢こそが破滅へのロンド。ロンドってかっこいい。こいつはかっこいいで。やめて、私に近づかないで。オッケーオッケー、オッケー丸、オッケー丸。おー、刺さらん。全然刺さらないじゃないか。なんて可愛いんだ、ピヨってる。ふっふー。あ、ごめん。なんだ今の攻撃は、めっちゃかっこいいな。あれ、弓の人いない？あー！あのね、みんなで、みんなで受ければ怖くない。火炎放射、みんなで受ければ怖くない。あ、そう、マルチだから移動でしか使えないんですね。移動でも使っちゃダメな気がする。全然当たってない。やめて、どうしてさっき気分け悪いの。はい、あ、癒しの演説、演説だよ。演説だ、演説。シロちゃんの演説は演説だな。近接による、近接のためのマルチプレイだな。失敗すら破壊できてない。なんとやっていたらく、ふふう。先輩たちの動きを見て、白も学ぶ、ふふう。ランス以外をやってみるの。あいつは難しいぜ。まずランスを最強装備にしたら考えてやらないこともないぜ。でもコメント予測して、なんてこった。こんなに近接しかいないパーティーは初めてだぜ。しかもそのうちの一人がシロとかも、わ、怖いやで、怖いやで。痛いから、ありがとうございます。いい感じよね。なんか近接だけだと、なんかほんと大戦争みたい。うふー、かわいいね。ちょっと攻撃がなんか走りされて、これは地獄絵図。うふー、地獄絵図をお分かりいただけるだろうか。サクサク、もうなんか足引きずってるし、白の攻撃は当たらないし、マリちゃん最高だぜ。さあ、これで白が何かのね、何かの症状をね、取りていったら、それはもう、こいつは天平地位だぜ。くちゃくちゃでまあ、モンハンでなら、世界一になれる。世界一じゃないですね。あれ、ねえ、白の小次郎ちゃんはさ、そうなの、ソロでやんなきゃいけない時とかも大活躍してくれて、こんな不甲斐ない顔もし、勝手な、この、勝ちやぞ。ぜひ、トラ、習ってないやん。はいはい。
これはやっちゃいけない。キャンセルがお得意しろちゃん。あ、かわいい。嬉しいって言ってるよ。パリーン。なんてこった。あいあい、ありがとうございます。そう、たまに構ってくれるとすごく嬉しい。見よ、この服をそんなに上手に使わない。さばきよ。トドイットライアンキー。なんかランジェが上手い方の動画を本作も見たんですけど、やっぱね、セオリーはちゃんと守っていらっしゃるし。何？何？どっか行ったと思う。あい。あいあい。ということでですね、みんなのおかげで、ここはどこだ？返して。かわいいね。歯茎から血が出てる。かわいい。あいあい、おじいちゃん。おじいちゃん、すすすす。はい、ということで、白がリオレイヤーアッシュに、マルチプレイで挑戦したら。状態以上の達人になれました。おじいちゃんとか、いろんなね、ミライスタンとか、はい、大豆とか、美味しそうなものがいっぱい出てきました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は、画面のこちらから、その他端末からご利用の方は、画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。